えー、大変長時間にわたりあの活発なご議論また発表会どうもありがとうございました私もあの隣の吉崎先生と一緒にあの聞かせていただきまして大変あの勉強になりました。えー 時間がですね5分ぐらいの総括でということで、まあ、あまりにもですね内容がまた深くされましたので私もまとめる時間はございませんただあの吉崎先生が会長されているです、ね、あの実は先週 i m e ッツというフォーラムがありましてですね私もそこにあの少しだけ参加させていただいてちょっと挨拶させていただきましたがその時少しだけ申し上げたことを同じようなことをちょっと1つ申し上げたいと思います。私はは ICT いうのはですね まあ料理で言えば食材みたいなものだってに考えております。でこれまで和食中心で、えー、料理をやってきたものがですね突然にまあ言わばヨーロッパ風であったり中華風であったりいろんな食材が入ってきた。でしかし、えー、新しい食材が入るとですね人はあの戸惑います。えかつて千九百八年ぐらいにコンピューターが入った時同じような状況があったと思うんですね。しかし日本の先生の凄さというのはそれは見事に料理をして そして見事な料理を作っていくうまく取り入れていくその工夫が非常に評価されまた諸外国でも日本の教師の力量というのは高く評価され今日では授業デザインあるいはレッスンプランとやられるものは世界に広がっているというまあそういう状況になっているかと思いますでこの度いろんなその13校の貴重な報告を聞かせていただいてですねいろんな工夫があるなという感じがいたしました。 例えばルーブリックを開発するだとかそれから反転学習をしていくだとかですねあるいは教員の研修のあり方も工夫するだとかさまざまな工夫の中で ICT の,の良さというものを生かしていくただその工夫の仕方によってはプラスにもなればマイナスにもなるということはあり得るんだろうと思うんですね。美味しいいし料理はは何なんだっていう目標は従来 今日の議論ではずっと言われておりますようにアクティブラーニングであったりあるいは二十一世紀型学力であったりあるいは深い学びであったりといういわば子どもが主体になる学習というものをどうやって実現するかそれがまあ出来上がりの料理だろうでそうするとですねそこにうまく活用していくというどうしても先生方の工夫というのが必要なんですね。しかしか私はあの日本のの先生方のその力量をもってすればです、ね、世界 に輸出できるようなデザインというものが私はできるのではないかというのを思っておりますで今日は木原先生がうまくまとめていただいたこの学校内での取り組み諸外国では学校文化というものが少し欠如しているんだということを先生おっしゃいましたけれども欠如というか日本のようないわゆる共同的にですね学習するというタイルは なないいいんんですすねあの少ないんだろうと思います、えーえー、先般デンバーに行っ、えー、てまいりましたけれどもそこでやはり、えー、その先生方の個人の力量確かにいろんな工夫をされておるということですが日本のような共同的なみんなが高め合っていく、えー、このおパナソニック教育団らの目指すですね学校が、えー、取り組む、えー 研究活動というのは少し少ないような気がするんですね。で、そういう点で、このパナソニック教育財団が助成している、この研究成果、あるいはその方法、これは世界に向かって、堂々と発表できる内容だというふうに、ぜひ自信を持っていただきたいと思います。それから、あの、今日はあの特別指定校ということで、本当の専門家の先生方があのアドバイスをされております。で。 こちらにリストアップされている四十数名の先生方というのはこの分野私どもの専門は教育工学と称しておりますけれどもこの先生方はですね世間では教育工学というとあメディアの専門家かってに言われること多いと思いますそうではないんだろうと思うんですね。いいいわわゆるそのどうううやって道具を使ののかいうことこはいわばその 認、ね、認知知といえば認知ですね子どもがどうやって理解するかその仕組みが分からなくてはいけないしどういう環境であれば、えー、子どもたちはその道具をま使いこなすのかといういわば統合的なその能力が必要ですでそういう点での専門家がこの,、えー、この財団にはですね、えー、多くあるということであります前の おまあ文科省の豊島課長はよく言われましたパナソニック教育財団はすごいと何がすごいんだったらあの専門家集団なんだと今日本で必要なのは実践が分かりメディアのことが分かりかつ教育が分かってないと指導できないんだということを言われてですねそれが一つのモデルになっております。私はあの 日本教育情報化振興会というところにもまあ属しておりますけれどもそこで文科省から受けたあの自治体アドバイザー制度というのがあるんですね今年も受けておりますこれは各自治体に行って専門家を派遣して、えー、各教育委員会ではどのように ICT をお広げていくかその担当者、まあ、情報教育担当者の指導士の先生方のアドバイザーですそのののアドバイザーのモデルはこの パナソニック教育財団の専門家の先生方がモデルですでそれは豊島課長から言われて私どもはお願いをしているという、まあ、こういう状況でありますでそういう点で私あの大変多くのことを勉強いたしましたすでにいろんなアウトプット結果が出ておりますエビデンスが出ておりますね例えば埼玉県では反転学習したら2時間のところは1時間で済んんではないかそれから渡部先生おっしゃったように常駐するだけで。 単焦点のプロジェクターをつけると20%の先生方が70%までちゃんと使えるようになりましたとかあるいは高等学校でも75%の先生方が普段の授業でアクティブラーニングで使えるようになりましたとかいろんなエビデンスがあります。これを引っさげてですね是非広げていただきたいと思っております。で最後に新地先生がおっしゃった通りですね普及をどうするか。 かななりいろんんノウハウハがこの財団にたまっていると思うんですねそれもウェブ化されまた、えー、アーカイブされですねちゃんとおデ,デジタル化されておるでこれをもってですね日本全国に普及するその仕組みを考えなくちゃいけないでそれはあのぜひ財団も藤田さんおられますし臨床もおられますのでね少しこれからはこれらのお 内容をですね、宝をですね、私は全国に広げていくことだなというのを持っております。それからあの専門の先生方いらっしゃいますので、多分海外でもいろんな学科発表等をされたりしてると思うんですね。海外にも日本はこのように、えー、研究やってんですよということをぜひ広げていただければ大変ありがたいかと思っております。私の仕事でありますけれども、私はあのサウジアラビアのですね先生方があのここ数年 研修をやりまして ICT の活用について講義をしたことが数年ありましたそこで分かったこと日本のワントゥーワンの ICT の実践はこうですよと言って説明しましたらほとんどバカにされましたほとんどそんなことありますと道具なんかいっぱいありますよというのがサウジアラビアのまあ国ですねししかし分か分ったことは しししかかかどどう使っっっててていいかほととんん分おおりりまませんと彼らは言っておりましたそこで日本の教育方法 ICT という料理食材を使った料理法を私たちは勉強したいんだということを私に言いました分かりましたと今我が国はスマートジャパン日本の優れた方法テクノロジーあるいは制度考え方を海外に輸出しようと打って出ようというそういう方向になりつつありますね。 まさに財団が蓄積したこれは財産はね世界に輸すべきあの財産だというふうに思っておりますでそれはなぜ私はそれを強く思ったかというとフィンランドにえ昨年行った時に一昨年でしたね行った時にフィンランドはご存知のとおりピザのナンバーワンの国として今ちょっと下がっておりますけれども有名でありますけれども彼らは国家プロジェクトとして教育システムを諸外国に輸するんだというプロジェクトを作ってんですねフィンランドを見れば 日本の方がもっときめ細やかで優れてんじゃないかという,ふうに思う思うこともあります。これからはぜひそういう意味でですね、自信を持って広げていただくということを皆様にお願いいたします。特にこの特別指定校というのは専門の先生がありますと。 共にです、ね、2年間というプロジェクトの中で成果を上げることでありますのでこれを広げていくということを、まあ、これからの財団の課題としてです、ね、私も少し勉強させていただきたいと思います今日は本当に素晴らしい発表とそれから最後のまとめシンポジウム。 飽ききずずにずっと聞かせていたただきました私は学会に行くとこんなに真面目に勉強したことはありまし,しませんけどもね今日は本当に勉強させていただきまして本当にご苦労様ですありがとうございました。